新「グリーンズフリー」きたきた。おや、菅野さん、もしかして今日は。うなぎ。となるとお茶もいいけど、せっかくだから嬉しくなっちゃいますか。ノンアルですよね。おいしい。毎日をちょっと特別にするノンアル、日本初で売れてます、新「グリーンズフリー」。最高。新グリーンズフリー。はいはいはい。おや、坂口さん、贅沢ですね。となるとせっかくだから嬉しくなっちゃいますか。このノンアル、とっても売れてるみたいです。あー、うまい。毎日をちょっと特別にするノンアル、日本初で売れてます、新グリーンズフリー。あ、これこれ。日本初で、初挑戦ってわけではないんですけど、ちょっとこう、楽器を、使って、それでピアノを今練習してるんですけど、僕は、昔本当に保育園の頃に少しやっていた時はあったんですけど、こう、改めてこう、楽器と向き合ってると、それがすごい楽しくて、もう本当、僕とピアノだけみたいな空間でずっと練習してたりするんで、そのスキルをこう改めて挑戦してスキルアップしていくっていう作業を今やってて楽しいですね。うん。今の方がでも年を重ねることなのか、役者として年月が経っていくからなのかわかんないですけど、でも今の方がすごく楽にはなってきてますよね。やっぱりこう、もうちょっと若かった頃とかはいろんなことでこう自分の内側を出せなかったりもする時もあったんで、やっぱり今の方が、まあ立場っていうものも変わったからだとは思うんですけど、周りの人とこう自分が主体となってコミュニケーションをして作品が作りができるっていうことが、やっぱり前よりは少しずつこう慣れてきたというか、今の方が楽しいなーってのは思いつつ、時々思い出さないといけないなってこともありつつとか、なんかそんな感覚ではいますね。すごく気持ちのいいセットで、お庭にグリーンがあって、おしゃれなインテリアで、まだちょっと子供に手がかかる時期でして、私の普段の日常のゴミゴミした感じとはかけ離れた爽やかな空間で、美味しいグリーンズフリーを飲みながら、さらにうなぎもいただいて、撮影っていいなと、幸せだなと思いながら撮影してました。あれだけグリーンがあったらね、植物のお世話も大変でしょうし、おしゃれなインテリアってほこりがたまるから、毎日掃除機かけてもかけても本当にすっきりしない日常なので、こうあんなおしゃれな空間っていいなと思いながら、撮影してるのに癒されました。はい、発表会の時にお会いしただけなんですけれども、でもこうお話ししやすくて、いい方だなと思いましたし、坂口さんは撮影ではハンバーガーを召し上がってるそうで、このハンバーガーとの組み合わせも、ああ絶対美味しいだろうなと想像ができて、その合わせ方もいいなと思いました。共演という形ではきちんとお会いしたことがないんですけど、でもなんかお話しさせていただいて、こうスマートな方で、一緒には撮影してないんですけれど、同じグリーンズフリーの商品の、広告に参加させていただけたということで、嬉しく思ってます。またまた美味しくなっていて、このグリーンズフリーの後味がすごく良くて、すき飲みやすいんですよね。で、本当にアルコールじゃないんだっていうのに毎回驚くぐらい、本当にこう
香り豊かっていうか、あのそうなんです、とっても素敵な商品だなと思うので、私も箱で買って冷蔵庫に入れてます、はい、あそうですね、やはりまだ家で飲む機会の方が多いので、うん、冷蔵庫に常に入ってるようになってきました。でノンアルコールなので、その後の予定を考えずに、こう飲みたいなと思った時に飲めるのがいいですよね。とちょっと特別な気分にしてくれる商品ですし、一息つきたい時とか、うん、まあ、食事のシーンにいろんなこうお食事と合わせてもいいですし、なんかこう日常に近い存在になってきました。あ、もう最高でした。美味しかったです。甘いタレと、ふわふわのうなぎと、爽やかなグリーンズフリー。最高でした。はい。こう、ノンアルコールですけど、こうビールの感じなので、こう、シュワシュワっと爽やかに、暑い時期とか、がいいなと思ってたんですけど、そうエスニックとかすごくいいなと思ってたんですけども、それだけではなくて、こう今回うな重とかすごくあったし、ということはこれはがっつり系の食事にもすごく合うんだなと。で、まあ、焼肉とかね、これは合っちゃうんじゃないかなって思ってます。お正月休みにこう大好きなお弁当屋さん のケータリングのお店のおせちをお願いして、それをみんなで家族で食べてる時は、ああいいなと、お正月っていいなって思ったし、そのまだまだこう育児でバタバタしてるんですけど、やっぱりこうちょっと立ち止まって子どもの成長を感じたりとか、家族で過ごせるこうありがたさをかみしめたりとか、年々お正月っていいなって思うようになってきます。天気もいいですしね。今年のお正月は初日の出を見に行ったんです。で、子供を起こす前にテレビをつけたら、私の大好きなハリウッドザコシショウが絶叫してて、これは今年はいい年になると確信しました布団が吹っ飛んだっていう番組ありますか？あれで絶叫してるタイミングで私がつけたんですよ。このタイミングでテレビをつける私って運命的だなと思っちゃいました。京都にすごく美味しいお肉屋さんがあるということに出会いまして、でもそんなこうお値段が高いわけじゃなくて、でも自分としては取り寄せでこうあそこのお肉が届くっていうのが自分にとってはこうワクワクすることで、最初焼肉用で取ってみて、でステーキ用で取ってみて、ですき焼き用みたいな薄切りしゃぶしゃぶで取ってみて、まあそこまでは牛肉、次豚肉に入りまして、豚肉のスライス、ここまでが私のワクワクするちょっと贅沢なことです。豚肉も薄切りにしていただいて、やっぱりお鍋とかしゃぶしゃぶとか、やっぱりステーキとかやっぱ焼くのに時間がかかるので、子供が待ってられないんですよね。薄切りをしゃぶしゃぶって言って入って出せるので、ひき肉とか薄切り肉とかの方がまだまだ出番が多いです。はい、今年日本のどこかでサーフィンをしてみたいです私、
去年の夏に海外で45にして初めてサーフィンをやったんです。あ、こんなにこう自然と一体な感じが味わえるんだと45で感動しまして、国内でどこかできるところがあったらいいなと思ってます。思ってる以上に短いんですけど、その短い瞬間の感動が、は立てたとか、は波に乗ってるみたいな、だんだん年々初めてのこととか感動できることって少なくなるんですよ。やっぱりこう映画を見たりとかドキュメンタリー見たりとかドラマとかでこう涙することが増えてって、自分のこう感情で感動したりとかっていうことって少なくなっていくので、貴重だなと思ったし、夏は夏のスポーツ、冬は冬のスポーツとかいいかなって思ってます。いや、自分がこんな30年続けられるなんてもう思ってなかったですし、30年って数字で思うとすごくこうありがたいな、長くなってきたなって思うんですが、でもそもそもこうね、目の前にあること、いただいた仕事にその時その時集中するっていうことしかできなくて、長く続けるために何が必要だったかって思いながら何かをしたことはなくて、やっぱりこの演じるお仕事はその時にしかできない、その時にしか出会えない役があるっていうのは思いますし、こう若い時に頑張ってきたことと今頑張らなきゃいけないことはちょっと違うのかもなって思ったり、やっぱそういう変化があるっていうのは学びが多いなと思いますし、でもグリーンズフリーはもう30年どころか50年100年こうどんどん長く愛されていく商品になっていくと思いますし、だからグリーンズフリー飲んで明日からも頑張ります。でもやはりその経験が少ない若い頃はもうがむしゃらに自分の役とその時の気持ちをどういうふうにこう表現していくかっていうことで精一杯だったんですけど、今はやっぱりこうもう経験が増えた分だけもうちょっと視野が広くなったというか、こう怒るシーンにしても前と同じやり方じゃないやり方でやってみたらいいかなとか、違うアプローチはないかなとか考えられるようになったり、ちょっと前はやっぱりそのね演じてその作品を見ていただくための宣伝もまで含めて演じての責任かなって思ってたんですけど、やっぱり全部が自分のこう時間じゃなくなった今はじゃあそこで何ができるかなっていうことを考えるっていうか、なんかどんどんこう人生が変わるとともにこう向き合い方も変わっていくのかなとも思うんですけど、前ずっとこう役のことを考えられてた時間が限られてるから、深く考えるにはどう工夫してたらいいかとか、まあ、逆の発想かもしれないんですけど、でもこうしたら安心だっていうところにとどまらないでっていうのはもしかしたら今のテーマなのかもしれないですね。大好評のグリーンズフリーが新しくなって新登場します。新グリーンズフリーは毎日をちょっと特別にしてくれる爽やかな美味しさと、私は CM でうなぎとの組み合わせにワクワクしているんですけれども、きっと皆さんにもそんなワクワクした気分になっていただけると思います。ぜひ新しくなったキリングリーンズフリーでちょっと特別なひとときをお過ごしください。テレビをご覧の皆さん、おはようございます。菅野美穂です。